お、来ましたね。失礼します。はい、お届けボーイの辻と関西英文マスターの坂本と申します。はい、もうちょっと前に。今日の商品はこちら、天満大阪昆布さんの昆布革命です。はい、これはあの昆布水です、ね、昆布水、はい、へえ、昆布水、こうお茶じゃないの？お茶じゃないです。またよう冷えたびやんかこれ、はいはい、一般的にちょっと見させていただきますと、はい、長くなっている昆布っていうのはよく見ていただいたことがあると思うんですけども、はい、座ろうか。あ、来ましたね。あ、座っちゃいましたね。座ってしまいました。座ってもでかいね、君。失礼しました。はい、普通皆さんご存知の大きい昆布あると思うんですけども、はい、それであれば、はい、出汁が出にくいということで、はい、天満大阪昆布さんが、はい、短冊状に切り刻んで、その断面から出汁を取ると。ガミでいい？どうぞどうぞ。食べれんのこのまま、はい、ほんま美味しいですか？あ、うまい。え、嘘、食べない。これは、これでええんじゃん、もう。え、それでいい？でもこのままじゃ使って料理にもそのまま使えるってことですね。え、ガミにしてもらえます。味ついてんの？結構味はしっかり、しっかりしてる、ついてると思います。なあ、食べれるよな。美味しいですか？あ、食べれる。もう全然 OK だよ。いや、だこれさ、お腹がちょっと空いた時だ。うん、熱いご飯にかけて、こう、お茶漬けにしたらもう、うんうん、もう十分やで。これ、あれみたいですよね、あの、うん、四角い。あ、スコンブ。いや、酸っぱくはないけど、うん、甘酸っぱさがないとよく食べるし、うん、美味しい、すごい旨味が。これで、この切り刻んだことによって、うん、その切ったところの断面から、細いよこれ、出汁が出ると、うん、何？これをですね、うん、こうですね、専用の容器に入れて、あ、これ中のこれって、はい、この昆布？昆布と、で、お水ですね。容器もいいですね。ちょっといっぺん、ほんまや、こんな感じ。水出しできるってこと？はい、水出しですね。ちょっと、皆さんご覧いただけますか。水でも出るって、中の状態ですよ。わあ、これ一袋？一袋です。え、今この、その、え、こんだけがこんななの？出汁、うん、も取って、中ので、これも食べれます。これ醤油つけて食べていただくとか、佃煮のようにです。香りが、ちょっとこんな感じですね。色はもうこんな感じですよね。ちょっと飲んでみます。あ、多分、私はさ、あ、まあまあ、さっぱりしてます。で、その、あの、あ、だしのあコクというか、お出てますよ、しっかり出てます、うん、あ、なるほど。これを料理にお使いいただいて召し上がっていただく、まあ、だしを取るのもちょっと手間かかってるのを、ね、まあ、こういう風にして冷蔵庫からポット出して、ポット投げに、ポット投げにポット出してポット立てたりと。これ意外やった、これ生で食べたの初めてだから。これ食べてみます。味は多分、これをね、醤油ないの？オリーブオイルとかね、なんかいろんなにつけて、つけたらあかんわな。あの、またそれをパスタに絡めて食べたりとか。確かに美味しい。美味しいやん。そういうね、あのレシピとかも作ってはったりしてます。これが出てる、味出てしまってるから。でも佃煮にそれ食べたら食感はええと思う。もずくみたいな感じかな。うん、ええと思うよ、俺。あの関西でも我々の代表というか応援団長としてね、日々この今回のね大阪昆布の取材もやってくれましたが、竹原信夫さんがですね、番組をやってらっしゃいまして、毎日放送の8時半から、日曜日の8時半からね、やってる、日本一明るい経済電波新聞、実は2月7日関西ええもんが、我々もねちょっと電話で出させていただきまして、ご紹介をさせていただいております。ぜひぜひ9時前ぐらい、30分番組の最後ぐらいに、我々、出てますんで、ぜひそちらの方もお聞きいただきたいなと思います。